教えてもらったらある程度一通りはできるんですが、いつも中途半端だなと思ってしまいます。やはり何か一つを極めて自分が満足できたらまた違うことを極めるというような感じで、一つのことに全力を注いだ方がいいのでしょうか。俺が真逆だから、全然一つのことを極めないから。陸上も10種競技で10個そこそこやって、仕事もいろんなことやって、芸能もいろんな分野の仕事やって、お笑いとかだけじゃない、ニュース、お芝居、スポーツ、文化の番組、俳句の番組とかもやってるし、なんでもいいんじゃない。積まないっていうのが一番ダメよ、積み重ねてないっていうのが一番ダメよ。どんなことでもいいから、積んでたら、一直線で積んでる人もいろんなところに、一直線で100個積んだ人と10個ずつ10個積んだ人は、最初は100個の人の方が素晴らしい人だって評価されがちだけど、その100個の人がこの道を諦めた時には、どの分野でも自分の方が上回ってるっていう自分を持てていたりするから、やっぱその 10をまあ50ぐらいまでって意外と簡単に伸びるから、ね、すぐできる人は。50を10個持ってると500あるわけだから、1個の分野で100の人より、10個の分野でその人の半分ぐらいの成果を出せるって、すごい人生にとって価値だから、俺の人生はそうやって作ってます。